皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。トヨタのコンパクトカービッツの初代モデルは、1999年1月に発売が開始されました。それまでの同社のエントリーモデルは、排気量 1.3 リットルのスターレットでしたが、当初1リットルのみでスタートしたビッツは、事実上そのスターレットの後継モデルとしての役割を持って生まれました。今回はそんな初代ビッツのデザイン性と魅力について、紹介したいと思います。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。1999年といえば平成不況の真っ只中だと思います。世界中のコンピューターが誤作動を起こして生活が成り立たなくなったり、ノストラダムスの大予言が的中して人類が滅亡するのではないかとも言われていました。もちろん自動車業界も大きな転換期を迎えており、スポーツカーブームからファミリー層に着目した時代でもありました。そして令和現在のヒトラにおいてはネオクラと称される車たちが少なくなってしまったことも記憶にあると思います。車のトレンドもミニバンや小型車など必要性が主でした。1998年の普通車販売ランキングでは、カローラ、デミオ、マーチ、スターレットがあり、実用的な小型車が大半を占める形です。当時のコンパクトカーは、もちろん魅力的なモデルもありましたが、今のように最先端の技術がなかったため、どちらかといえばコスパの良さを理由に、選ぶことが多かったように思います。そんな自動車業界にとっても、波乱の時代に生まれたのが初代ビッツです。では、ここでビッツについて、シリーズを踏まえつつ簡単に概要を紹介します。改めてビッツは、トヨタ自動車が販売していた 1.0 から 1.5 リットルクラスの、ハッチバック型乗用車です。日本では一貫して新旧ネッツ店でのみ取り扱われており、看板車種となっていました。国内ではビッツ、国外ではヤリスと、名称が区別されていましたが、2020年2月発売の4代目から社名が、日本国内国外ともにヤリスに統合されました。初代は 1.0 リットル。リットル直列4気筒 DOHC16VALV HSZFE 型のモデルのみで A セグメントの市場に登場しました。日本カーオブザイヤーをブラッツファンカーごとともに受賞、欧州カーオブザイヤーも受賞しました。それまで販売台数で上位にあったカローラを上回る販売台数となり、日本国内外に影響を与える車となりました。続いて2代目は2005年に登場し、欧州でも2代目ヤリスとして発売されました。プラットフォームを刷新し、ボディサイズが一回り大きくなり、全幅は5ナンバーサイズとして、和ほぼ上限の 1695mm となりました。また、衝突安全性が大きく強化されています。次に3代目は CD10.285 の優れた空力性能を実現し、低燃費と高速走行における走行安定性を実現したモデルとして登場しました。先代に引き続き、日本仕様は5ドアのみ、3ドアは日本国外仕様にのみ設定されています。前席にはホールド性の高い深骨格のシートを採用、後席は前長の拡大により室内長も拡大されたことで、足元のスペースが広がり快適性が良好になりました。インテリアでは初代2代目で採用されていたセンターメーターを廃止して、オーソドックスなアナログメーターに変更されました。では、初代ビッツのデザイン性を見ていきましょう。エクステリアデザインは、ギリシャ人デザイナーの手によるもので、スターレットなどのトヨタ製コンパクトカーはもとより、国内外で類を見ないアグレッシブさを感じさせるデザインになっています。当時としてはかなり斬新なもので、ボンネットとフロントガラスが段差なく滑らかに繋がっています。そしてリアエンドまでスムーズに続くワンモーションフォルムで、ラウンド基調の一体感が感じられます。フェンダーも張りのある造形で、シンプルさとおしゃれさがバランスよく融合したデザインがボディの雰囲気と合致しています。後ろ姿も特徴的で締まったような凝縮感が車両イメージとマッチしています。全体の雰囲気はコロコロと丸くてソフトですが、シャープなラインが大胆にボディサイドを流れていることで外観をぐっと引き締めています。ふっくらした基本シルエットに程よい緊張さをもたらすアクセントです。このプレスラインはアンダーボディの張り出しももたらしており、コンパクトながらどっしりした感じもしています。丸くて可愛らしいのに安定感や上質感もあるバランス良いデザインが、それまでの国産コンパクトカーにはなかった新時代を予感させたのでしょう。ビッツとは活発に動くを意味するドイツ語に由来するようです。
この車はトヨタの自信作で意欲的に作られました。本社によるデザイン案と、ベルギーにある開発拠点によるデザイン案を、欧州のユーザーに対して調査し、結果的にベルギー拠点のデザイン案が採用されました。この案はギリシャ人デザイナーによるもので、ヨーロッパ的で力強く、飽きられることのないクリーンなデザインを目指したと、コメントしています。ビッツのデザインには日本ではなく、海外テイストが込められたことがわかります。エクステリア以外も相当力が入っており、インテリアの注目箇所はセンターメーターです。現在では見慣れたレイアウトですが当時としては珍しく、ドライバーの視界移動が少なくて済むというメリットも、相まって高評価だったようです。また、インパネ周りには多数の収納が設けられており、これも些細なことかもしれませんが、日常使いとして大きなポイントです。外観に合わせてデザインされたインテリアの雰囲気も、ふんわりとしたイメージがあり、室内空間も広くて、居住性も申し分ないレベルでした。高めに設定された全高とロングホイールベースにより、大人5人が長時間乗車することが可能でした。さらにエンジンも新規開発され、スターレット用の 1.3 リットルエンジンなどを有用すれば、よかったのでは？と思いますが、トヨタはリッターカーにこだわりました。新開発のエンジンは1リットル直列4気筒 DOHC の 1SZFE 型で、最高出力 70PS、最大トルク 9.7kgm の軽量ボディには、必要な性能を備えていました。トランスミッションは5速 MT と4速トルコン式 AT が用意され、駆動方式は当初 FF のみでした。プラットフォームも新設され、剛性と衝突安全性が向上、サスペンションも見直されたことから、直進安定性も高かったようです。このことから、どの視点から見ても隙のない、渾身の自信作であることがわかります。発売当初、初代ビッツは大きな反響を呼び、日本でも欧州でもヒットしました。国内ではデミオやキューブ、マーチラを抑えて、15万台以上販売されました。欧州でも半年で約15万台受注し、これはスターレット時代の約5倍に当たる売り上げです。また日本カーオブザイヤーと、欧州カーオブザイヤーを受賞したことからも、国内外での評価が高かったことが容易に想像できます。燃費に関してはデリッター 22.5kg と高レベルの低燃費を誇り、価格は83万円からとリーズナブルでした。そのため高い経済性から日本のみならず、海外でもヒットしました。滑り出し好調だった初代ビッツは、1999年8月にはラインナップを拡充しました。まず88馬力を発揮する、1.3 リッター直列4気筒エンジンを搭載したモデルが追加、余裕のある走りを実現し、同時に 4WD も設定されました。また 1.3 リッターモデルに先んじて発売された、ユーロスポーツエディションがあり、上級グレードの U に欧州仕様のサスペンションと、スタビライザー、アルミホイールなどを備えた、スポーティーなモデルとなりました。このモデルはインターネットのみの販売という、ユニークな方法になりました。このことから初代ビッツをベースとした車種が登場し、後年にはスポーツグレードが追加されるなど、初代ビッツは幅広い層に受け入れられ、多方面で活躍することになります。90年代、欧州地域は小型車の比率が高く、統計では全自動車に占める小型車比率が、なんと6割以上も占めていました。また欧州における当時のトヨタ車シェア率は、極めて低かったため、巨大市場である欧州スモールカーカテゴリーにおいて、この状況を対策すべく新たな車種が必要になりました。それが初代ビッツだったのです。以上のことから人気になった初代ビッツは、コンパクトカー市場を活性化させ、多くの市場価値を生み出しました。そして2001年に登場したホンダフィットは、おそらく初代ビッツの影響を受けていると思われ、コンパクトカー業界では新たな人気車種になりました。また、マーチやデミオも一新され、どのメーカーもコンパクトカーを意識したモデルを販売させました。そのため時間が経過するごとに、ビッツは少しずつコンパクトカーとしての順位を下げましたが、現在ではヤリスがヒットし、再び活気を取り戻しています。国内外で求められる性能を満足させるものであり、欧州でも要求される環境基準や、高速安定性などのニーズに対しても、高いレベルで応える内容の車でした。そしてコンパクトカーとしてのイメージを、新しくしたポイントは欠かせません。それまではどこか卑屈で窮屈だったイメージだった、コンパクトカーですが、乗るたびに楽しくなるような存在として、生まれ変わらせました。自動車業界に影響を与え、ベンチマークとなって、
ンパクトカーの存在レベルを引き上げたことは、初代ビッツの最大の功績と言っても過言ではありません。現在、環境基準が厳しくなり、内燃機関の存在について、疑問視されるようなこの時代において、小さなエンジンを積んだヤリスのような、コンパクト車の存在はさらに高まっていくかもしれません。さて、今回の動画はいかがでしたか？もし今回の動画が面白いと感じたら今後の励みになるので、ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。